ゲームスタジオ。ありがとうございます。先生棋士藤井聡太の将棋トレーニング。ここがピーク。ノルマは達成だ。この4段のレインボーに行くその日まで。今ここ。一生かかっても3級か。タックルフかよ。始めてください。よろしくお願いします。振り振ってきた。先手6八飛車、後手5四歩。もうすぐ。先手4八玉、後手6二銀。先手3八玉、後手3四歩。先手2八玉、後手8四歩。嫌な予感がするわ。あげてみか。先手7八銀、後手8五歩。俺もついてみよう。先手6六歩、後手8六歩。先手同じく歩。となったら飛車がぶっ込んでくるのか。これどうなんだろう。いや大丈夫だろ。さすがに混んだろ。戻るだろ。先手8七歩、後手8二飛車。先手6五歩、後手4二。これとりあえず歩を交換しとく。後手同じく歩。先手同じく飛車、後手3二玉。うん、先手5八金左、後手5二金右。先手3八銀、後手6三銀。先手6九飛車、後手6六歩。位を取りに来たか。それはそれでええど、ここを開けれるようになったからな。歩、後手6七歩なる。先手2二角なる。後手同じく玉。先手6七金、後手1四歩。先手1六歩、後手4四歩。どうだろうか。これはいい一着が見えた俺。先手7一角、後手6二飛車。先手同じく角なる。後手同じく金。ここでこれですよ。決まった。8二飛車、後手7二銀。まあ、ええじゃろ。竜ができただけでもよしとしよう。いいのか本当にそれで。いやでももうこの次にはここに蓋されることを考えたらやはりダメ。先手8五飛車なる、後手5二金寄る。いいんじゃないのこれ。これだいぶ欲しいな。攻め駒がもう一歩。
かし俺は硬いしな。そしてポンポンポン KK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 
ここはじっと一つじっと耐えてふーっていうのもありなんじゃないでしょうか。この銀が邪魔なんだよな、どうにかしたい。俺潜在してくるぞ今回は。この俺の硬さを考えれば、金上がる、金寄る、金寄る。先手77金、後手88歩。マジか。ここで桂馬攻めに来ますか。これや。先手六二歩。後手八九歩。ここでなる。六一歩なる。後手八八と金。先手六二と金。後手七八と金。ここは払う。一旦。先手同じく金。後手三二銀。これでもと金で金取れるのはでかいだろ。先手五二と金。焦ってる焦ってる。後手同じく金。そして金を張る。ここに。先手六二。後手六三銀打つ。先手五二金。後手同じく銀。ガチガチ流。先手六二金。後手六一金。先手同じく金。後手同じく銀左。先手六二金。後手6五歩。先手同じく龍。後手6二銀。先手同じく龍。後手6一金。ここで逃げたら多分負けだと思うんだ俺。先手五三九。後手四一金。先手六二銀。後手五二金右。固くなっちゃった。この飛車はもう捨てていい。後手58金。
先手同じく金寄る。後手同じく馬。先手同じく金。後手同じく飛車なる。先手三九金。後手六九龍。先手三三金。後手同じく桂馬。攻防の核的な。これ取っても銀張られて前に出て桂馬がおるんか。ええわこれ別に大丈夫だ。先手同じく金。後手三九。こっちに逃げれるから。先手一七玉。後手一五歩。そうですか、端攻めですか。同じく後手 2-5-K。 何ダブル K？ ダブル K だ。しかしここで俺は飛車を大胆に切っていってもいいと思っている。理由をだめだ。それはさすがそれだけはできねえ。しかしここで金張られたら方法ついも待ったなし的なことになってくるような気がせんでもないけど、これだったらまだ大丈夫。踏みの皮一枚繋がってるんじゃないでしょうか。ここがぬるかった。隙が生まれた。先手2一金。後手一二玉。足りんのか。バカ、おい間違えた。これ桂馬だろアホ。俺の桂馬抜くんだろお前が。何回やったはずやのに、あれ竜でお前桂馬取っとったら俺。悔しいじゃろ。対局を終了します。ちゃんとやっとったら勝っとったはずだこれ。はあ。待てマジ勝っとったってこれ。
そうでもないな。検索を始めます。まあまあギリギリの勝負をしよった感じなんだが、先生の手を煩わすな。やはりミノか。俺はミノなのか。ミノだったら戦えるかも。ほれほれ、めっちゃ勝っとったやんけ。先生先生のもとへ急げ。悩ましい手ですね。いろいろあるんですね。悩ましい手です。問題を作ってみました。いや、この辺ひどかったよな、確かに。次の一手、6二金ではなかった。もっとええ手があるんけ、これ。こっちですか、逆に。4二金ですか。え、違うんだ。あるん、あ、いや、ていうかここはじっと龍か。え違うんだ。何これ、何したらいいの。じゃあじっと8二金。考えてください。じっと風景。両取りを探してみましょう。両取り、つまりこれですか。ああ、素晴らしい。でも金貼られますやん、こんな。絶対7一金ですやん。したら腹したっていう感じで勝ちなんか。問題を作ってみました。強者、あ、察し、なるほど、取れるってことか。問題を作ってみました。ちょっと待って、ということは、まあ、やっぱこうなんだ。初さん、角で守るが強者は取れると。これだけでも全然違うかな、確かに。強者があればそっからじりじり剥がしていけばいいということなんですね、先生。はあ、え、積んでるし、ここ。はあ、難しい手ですね。これこそ問題にしてくださいよ、先生。待って、考えろ、ここの積みを。難しい手ですね。ここからか。ここで罪があったと。金角、あ、三一角。あ、いや、ダメなのか。いや、三一角同玉2一金じゃないか、これ。いや違うんか、でも2一2に玉が逃げれるかな。あ、そうなったら竜でこっち回った。いや強者、いや強者、あ、でも風が晴れるしな。ん、難しい手ですね。2一金、俺やったんじゃないのこれ。こっからやっとったらよかったってことか。竜回り K、 なんで K なんだ。金じゃないのか。竜金 K 取らして角まで。わあ、これは
9手とか見えねえわ。無理よこんなん。それができんかった場合はこっからぐしぐしに。いやでもまあまあここでもまだ頑張れ取ったはずなのに、これだ。こうどうしてた。1玉22角じっと22角馬、馬へ馬戻る、桂跳ね、桂勝ってたんじゃないかこれ。俺強者もあるし、強者張ったら勝つだろうこれ。もうこれなんかやるとは思うが、くちくちやが先生。俺悔しいです。そしてまた 5% になったら4球来いや、4球はよ。え、無理よ。対局を始めてください。なんで2球が来る。7、6、9。2とか絶対無理で。 JK やし、佳子様。先手2六歩後手3四歩。先手4八銀。角があれは専門用。後手6二玉。先手2五歩。後手3二金。醤油は美濃でいこう。後手同じく歩。先手同じく飛車。後手2三歩。先手2八飛車。俺からやるのはダメ、相手からやってきてもらおう。後手7二玉。先手6八。後手8二玉。先手9六歩。先手2二角成。後手同じく銀。先手7八玉。後手3三銀。先手5八金右。後手7二金。先手8八銀。型でええわ。後手4四歩。先手7七後手4五歩。先手6八後手4六歩。2球に勝ったらまた俺の戦いも幅が広がるはず。後手同じく飛車。先手5八金寄る。後手4二飛車。先手4七銀。後手1四歩。先手4六。後手1五歩。先手3六歩。難しいですね。後手4三金。はっ。ちょ待て、おい、なんで待てって、お前。2二歩。おい、ちょ、銀で守れとったんちゃう。なんでどうしてこうなった。待って、無理これ。ほらやろ、兄ちゃん。跳ねるよ。なんなんだこいつ、マジでバカが。後手3四銀。あー、ちょっと、ちょい、おい待てって、マジでやめって。後手3二飛車。こらえてください。ほんとブック悪かったですから。後手3三飛車。うおお。2二竜。
暴れるぞ、ほんとバカが。後手2三飛車。お、角か。先手同じく角成る。後手同じく銀。先手2一竜。どうにかこの竜をやりながら、ここか、ダメだ、これ、これか、ダメだ。後手四九角、先手四八金。おお、しまった、終わった。いや、大丈夫。銀がいた、中心銀。後手二七角なる。そうなるわな。先手二三九。いや。終わってね結局なんてね。こうなったら暴れたる。わいも少しでも迫ってやる。形作りや。後手三六歩。先手二一飛車。後手六八金。先手同じく金。後手五九銀。先手六九金。一手稼ぐ。後手2六歩。先手3六竜。後手2七歩成る。先手同じく竜。開けました。はないが、そもそもあれよ、これあれだわ、間違ったよ、俺が強いと戦いよんが。そうじゃろ、俺の気力はまずそこまでではない。ここは変えるべきじゃろ。おすすめに近い相手と対局できます。これだ、そもそも俺は4級だ。雑魚狩りしたいと。名声4級。やっぱダメか。それにしても3級じゃろ、せめて。2級がないじゃろ、2級は。ようやく分かったか。俺の実力が。戦型を決めかねる。相掛かりかな。完全に予告通りに誘導。先手同じく飛車。後手二三歩。回戦じゃ。三四飛車。うおお。後手八八角なる。なんで汗をかく。お前が仕掛けてきたんじゃろ。後手二五角。先手三二飛車なる。後手同じく銀。先手三八銀。
手5二金。先手9六歩。後手9四歩。先手1六歩。後手1四歩。先手3五金。2四歩。先手3六歩。後手4四歩。先手6歩。正観。正観じゃ。正観してない。正観。後手六五角。先手七七銀。さてよこれ。この金をどうにか弾いときたいところじゃが、なかなか厳しいもんな。歩もないんか俺。歩欲しいの。しかもまだ囲えてないけんな俺。どうしてこうなった？ぶつけに行くか。金は交換しておこう。後手4三金。先手同じく金。はげたな俺。後手同じく銀。先手7九玉。金があったら少しは厚みも出るって思うんじゃ。後手2八金。先手1七香車。しまった。何してんだ。しまったなこれ。ちょっとダーンってね、ダーンってね。後手3八金。先手同じく金。なんちゃって。後手4九飛車。先手8八玉。後手2九飛車なる。先手3九金打つ。後手1九竜。先手3五角。後手6二銀。先手2四角。後手4二銀。この鉄壁の要塞よ。先手3五角。ここで角をバッサリ切る。俺は。後手4七角なる。先手同じく金。後手3九竜。先手4四歩。鉄壁の銀3枚。銀。先手5六歩。悪くない。悪くないよ俺。こっからいじめに行くんは。ないな攻め駒。後手9三香車。先手3四角。後手3三金。先手2五角。後手9二飛車。先手2四歩。後手9五歩。先手4三歩なる。後手9六歩。ああちょっ、ちょっと待った。銀、あ、銀か。あ、失礼だ。あ、銀角。対局を終了します。あっさりじゃないですかこんなの。しまった、受けなきゃいけなかったんだ今の。
ちょ、待て待てって、49にも勝てない。あ、あっそう相当いい勝負だったのに。これはひどい自玉の安全度を考えてなかった。わし、捜索が終わりました。ちょ待てって、これ問題を作ってみました。これですか。めっちゃ進んだと。ここに飛車置いた厳しい手でしたね。でもフランスですよ先生。イン八竜、ああじっとね。たまらず暴発したところを俺はゆっくりと咎め取ったらよかったと。難しい手ですね。ドゥーンってくっそ、難しい手ですね。これはもうダメなのか。難しい手ですね。ああ銀上がるか。したら金で守れたし銀でも守れた。なるほど、そうよな、うん、角取ってやりに行くんが静寂ってやつですか。先生泣いてた。ファイナス、もう最後、これで負けたら俺もうやる。頼む4球で頼む。対局を始めてください。試験かな、やはり俺はもう試験で行くで。先手6八飛車、後手3四歩。開けてみる。先手7六歩、後手3五歩。こいつやめろや。先手3八銀、後手4四歩。先手4八玉、後手4二飛車。先手5八金左、後手6二玉。先手3九玉、後手2四歩。先手2八玉、後手7二玉。試験対決か。先手1六歩、後手3二銀。先手6六歩、後手4五歩。先手6五歩、後手4三銀。先手6四歩、後手同じく歩。先手同じく飛車、後手4四銀。角、角、飛車、飛車。旨味がないね。ここはじっと耐えるべきか。耐えましょう。先手6九飛車、後手6三歩。止めとるのいいことに角をここまで上がってる。先手7七角、後手6二銀。こっから銀無双よ俺の。来た、ついに俺の戦いが始まる。ここで先手6七銀、後手4六歩。しゃぶるんかこれ。ぶつけてみた。先手5六歩、後手4七歩なる。来るんだ。先手同じく銀、後手4六銀。先手同じく銀、
後手7七角成。先手同じく桂馬。後手4六飛車。先手4七歩。形よし。そして傷の修復。悪くない、悪くないぞ、今日俺はこの銀も上がっていけとる。そして桂馬も活用できる。よくはない、よき、いいんじゃんこれ。あ、いかんのか、何やってんだ俺。これか、これで歩弾いたらちょっとはまたまともな。いや待て、下手に角を打つのはやめよう、変なことになる。ここはじっとここじゃないか。ここに角打たれたら嫌だからな俺は。こっちに打たれてる、ここに角打たれるのだけは避けねばならない。ということはやはり飛車はここ。先手6八飛車。後手3三桂馬。先手3六歩。後手同じく歩。先手3四歩。後手4五桂馬。先手3三角。後手5七銀。しかしここはもう叩き合いじゃなかろうか。しかし相手は銀で飛車、俺は角で飛車。これいったー、この桂馬いて。先を考えてなかった男の末路ってやつか。しかしもうこうなったら叩き合いじゃん、うん、俺の方が囲いはできてる。先手4二角なる。後手5八銀なる。へー、金でおかわりが来るってやつか。ということはこうだ。先手同じく銀。後手4。焦ってる焦ってる。でこの憂いをなくしとくか、まず桂馬の。いやもうこんなん叩いたらいいじゃん。あでもしたら金とか張ってくるんか。これ いいだろ別に。ええじゃろ、ええじゃろうて。先手4六歩。後手2四角。なるほど、取ったら、取ったら角で抜きますよってことか。しかしそれは残念ながらこれで回避策ができるんだろう。先手2一飛車。あ、後手4六歩。わあ！目から火出た。待った。しかも激痛なんですけど、なんか桂馬も効いとるし歩もおるし、こんなんもう守りきれんじゃろ。あら、負けると分かって刺すのはとても辛い。でもここでやめてしまったらっていう木村先生の気持ちを考えていこう。いやこれもう受からんくね、そもそも。桂歩成銀桂馬。桂馬歩成桂飛び、え、ちょっとよ、桂馬歩成銀上がり桂馬成っていうか、なんなら馬成でもうほぼほぼ死が確定するような気がしてきたぞ。ということは早逃げや。先手17玉。これもう詰めに行きますか。なんなら
先手26歩。後手同じく角。先手18玉。金まで。なんだんとこれ、こんな勝てるか。3球と4球でこんなに差がありますか。しかしありがとうございました。気持ちよくバッサリ言ってもらって、むしろ清々しい気持ちです。俺は下がる一方ちょっと、あ、入らす。もういいか、美濃囲いやめよ。なんだこれ、お前女子高生ばっか来よって。対局を始めてください。もういいか、相掛かりや、こうなったら。先手26歩。後手34。先手25歩。後手33角。先手78金。後手22銀。先手76歩。後手32金。もうこうなったら俺から行く。先手33角なる。後手同じく銀。先手88銀。後手62銀。先手77銀。矢倉模様でいこう。先手69玉。後手42玉。先手58金。後手64歩。先手79玉。後手63銀。先手66歩。後手54銀。先手67金右。後手31玉。はい、矢倉。先手88玉。後手65歩。もう来るか、そこ。先手96歩。後手66歩。先手同じく銀。後手85歩。先手77銀。後手52金。悪くないんじゃないのこれ。先手16歩。後手14歩。とにかく感激をつきたいところじゃ。
後手6一飛車。うまい。で5五角成る。後手5四角成る。桂取れんのかこれ。先手同じく馬。後手同じく歩。先手7二角。あくまで飛車をいじめに行く。飛車。飯取り。飯取りチャンス。同じく。カナもビビっとるわ。そしてここで桂馬を抜くチャンスと見て、でここで焦るな。結構あるぞ俺。しかも俺は硬い。ちょっとここの玉のラインが空いとんが怖いが、ここは飛車を金をいじめに行く感じでいいか。先手6一飛車。後手4四角。大手飛車か思ったか。ビビらすなよバカが。先手7七桂馬。後手6二金。先手9一飛車なる。後手8六歩。先手同じく歩。後手8七歩。なんだそれ。ビビらしとんかわしを。先手同じく玉。後手8九銀。あ、じっとね。先手8八金。後手7九角。お、先手5八飛車。後手5五角。先手8勝ったろこれ。これ勝ったろ俺。後手9一角。うわ別に飛車抜かれたけん。どうしたんだ。後手4六角。もうこっからこささんど。この角も。一応聞いとるけんの俺もかなり。ヘルレッツロード見したるわ。ちょっとでも戦力そがれたかな。作るとこからするか。これかな。先手4一角。後手6六歩。大丈夫。先手6八金引く。後手6七歩なる。もうやることもなくなってきたんじゃろ俺。後手4四角。先手7こっから地獄ぞ。ゆっくりじりじりとくびり殺してやるわ。先手6四銀。後手同じく金。先手同じく馬。後手6六銀。バッキ痩せ。
行ってばったりもな嫌なんだよな。そしてこっちとしてもここは金で金で取られた取ってしたらおかわりが来るのかこれ。一旦引くか金で角銀引いていいじゃろ。先手68金引く後手9五歩先手同じく歩後手同じく香車先手9六歩なんなら逃走も考えられるわしの金ならず先手同じく金後手8五桂馬焦ってる焦ってる勝てる勝てるぞこれ後手8六歩先手同じく玉後手7七角なる先手同じく玉後手1二玉待ってどうするかの先手9五歩後手2六飛車白逃げるまず強者でいいじゃんここはそれは想定の範囲内で先手7八玉後手2八飛車なる先手同じく飛車後手7六金ここに封張っときゃ大丈夫大丈夫の理論先手7七歩後手6六金傷の修復先手6七歩後手5七金先手5八銀後手同じく金もう大丈夫じゃろさすがに後手8六歩なんだこいつやめろや早逃げ先手69玉後手87歩なるこれはこれでめんどくさいのもうやるかこんだけやったらもうええじゃろさすがの俺も収めとるわここでバッサリ角を切る先手同じく馬後手同じく金もうええじゃろ先手同じく飛車なる後手2二銀先手3二金後手6八歩思い出な先手5九玉後手1三角先手5七角後手4七銀草木譜こっから気持ちよく行くんなら
そうですね、余裕だわ。はい、馬切り。アキ王手ガビーン、終わったの。後手2二角。さら枚数を足して行くスタイル。先手3三金。後手2一玉。おい待てって、これお前つまんだんじゃないんか。大丈夫かこれ、嫌な予感がしてきたぞ。いやこれでいいか、じっと金。待て、自玉の安全度は大丈夫か。今思ったら俺は。ありがとうございました。さすがに詰めるわ。藤井先生、かなり勝ちましたよ。嬉しい嬉しい。光ってる。俺見に行こう。それが大事なんだろうな。相田先生に添削してもらおう。勝因はまあそうですね、添削を始めます。矢倉ですかね、やはり。ちゃんと囲ったのが良かったと思います。今回自陣を。ちゃんと守れとるじゃん。もうちょっと防御の陣形覚えんと。いや今回防御陣じゃないのこれ。いや負けとんな意外と。添削が終わりました。はい。いや優勢優勢。悪くなかったな。指し手が完璧すぎたか。惜しい。悩ましい手ですね。戻すね。まあまあ難しい手ですね。難しい手ですね。難しい手ですね。もう何度も逃してるっていう。相当逃すやん。問題を作ってみました。7手7手。そんなに。見事に押し切った局面ですが、他にも積み手順がありました。7手以内。こんだけ困ったらそれだ。金でぐじゅぐじゅにやっていくんが攻守ですか。
え？まあでも初手は、いや むしろ初手ここ空き王手がいいんじゃないか。で晴らして、血金どう玉、バッサリ竜を切り、下がる。で竜寄る。どうや。素晴らしい。見事な詰みでした。奉仕は金下がるだ。勝ち。本当に4球っていうか7手じゃなくてもいいんじゃないか。余っとる。7手かからん。それではダメなんか。7手の方は12金打って詰み。12金って打てないんだが、21か。違うな、そういうわけじゃない。こっちから行くのがやはり講師なのは間違いないんだが、桂馬を跳ねさすことが大事なんだろうこれ。違うんか。角、見えた。取らして、取らして一間竜の形を作り、銀張り、え、これ無理じゃね。あ、気王手は桂馬跳ねれん。え、これどうするん。7手スラッと寄付呼んでくれや。プロのかっこいいところが見たいんだ俺は。符号をトン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 って出るじゃろ。スラッと一目だろこんなの。わし、そういうのちょっとっていう人ばっか。まさかプロはみんな寝た。テーマか。お、なんかそれっぽいんですけど。銀張って玉を引き上げてからの、はい、まで。おい、お見事です。素晴らしい詰みでした。やるが来た、完璧やった今の。こんなひどいのに知られたらみんな寝るよ。
突き進め、盤上にある歩を進めて相手の玉を詰ませることです。棋士藤井聡太の将棋トレーニング。ありがとうございました。チャオです。満足した俺。